マイクロチャンネルアーキテクチ,ュアクチャアクチュア、マイクロチャンネルアーキテクチャ、マイクロチャンネルアーキテクチャ、MCA、MCA、または、マイクロチャンネルは1987年に IBM が開発した CPU のアーキテクチャに依存しない1 6ビット、3 2ビットの高速バスアーキテクチャである。マイクロチャンネルは、いサの問題点をすべて解決するために設計されたバスアーキテクチャで、 IBM PS2 AS400 RS6000 システム370などの一部のモデルで採用された。リサは遅いバススピード、割り込み数の不足、バスマスタリング機能の欠如、貧弱なグランドによる信号保護の不足、XT バスを拡張したが、ゆえの無秩序で非合理的な信号線の配列等、多数の問題点を抱えていた。 これらの問題の大部分は初期の MS DOS を使用する限りにおいては問題とならなかったが周辺機器の性能向上やマルチタスクへの欲求とともに問題点が浮上してた。もう一つの問題は ISA が8088に強く依存した構造を持つことであった。ISA カードは他のアーキテクチャではそのままではまともに動作しないであろう。最後の問題は IBM が パーソナルコンピュータ、パソコンのハードウェア市場の主導権を失っていたことである。誰でもイサカードを作って、誰でもコンピュータの中にそれを導入することが出たが、誰もイサカードの互換性に関して保証を行っていなかった。IBM はすでにデスクトップパソコンでのリスク CPU 採用を検討しており、すべてのラインナップで 同一のバスアーキテクチャが使用できれば大幅なコストの削減が可能であると判断していた。そこで新しい標準を作り、使用の仕様にライセンス契約を必要とすることで、IBM はハードウェア市場の主導権を取り戻すことができると考えた。これが彼らが当時存在した高速バスアーキテクチャであった、ニューバスを採用せずに大金をかけて、 マイクロチャンネルを作成した理由であった。マイクロチャンネルは本来3 2ビットのバスであるが PS2 のようなインテル1 6ビット c p u ベースのマシン等での使用の際のコネクタとロジックの価格を下げるため1 6ビット版もサポートした。1 6ビット版のマイクロチャンネルカードは1 6ビットのマイクロチャンネルスロットまたは3 2ビットのマイクロチャンネルスロットに 3 2ビット版のマイクロチャンネルカードは3 2ビットのマイクロチャンネルスロットのみに挿入し使用することができた。マイクロチャンネルは信号の干渉を最小限に抑えるためピン配置を最適化し信号線の周囲には必ずアースと電源供給線が配置された。バスクロックはイサの 8.33MHz から 10MHz へとほんの少しだけ増やされただけだが バスサイクルの見直しによるタイミングの切り詰め、データ幅の拡大、DDR 化、アドレスバスとデータバスを併用した64ビット転送を行っているため、データ転送スループットは、理論最大40アンバイツ、セックから160アンバイツ、セックと、帯域幅は、いさの実に5倍から20倍に増大している。後の32ビット3 3ヘルツの PCI では、 理論最大データ転送速度が133、アンバイズ、セックであることから、マイクロチャンネルは、非常に効率の良いバスプロトコル設計がなされていたと、言えよう。カード、メモリ感のみならず、カード、カード感のバスマスター転送にも対応し、当然ながら CPU は一切それに関与しない。これは、バスマスター要求の競合という事態を発生させうるが、 マイクロチャンネルでは12ミズ単位でバス調停を行い、最も優先順位の高い処理にバスマスターを許すことで解決している。この調停機構の存在により、非常にスループットの高いバス仕様が可能となり、マイクロチャンネルは他のシステムの介入なしにシステム CPU のスピードより高速にデータを転送することができた。 マイクロチャンネル最大の特徴は、ポスと呼ばれるソフトウェアにより、リソースを自動設定できることである。おかげで、イサでのリップスイッチなどを使用した地獄のような、設定作業から逃れることができた。今日のプラグプレイの始祖とも言える。マイクロチャンネルの割り込みは、イサのエッジトリガー割り込みではなく、レベルトリガー割り込みを採用しており、一本の、 割り込み線で複数の割り込みを処理することが可能である。これは、後の PCI に似た仕組みで割り込みレベルがハイになったとき、デバイスドライバが、各マイクロチャンネルデバイスが、ファームウェアに持つ固有の ID を順に調べていき、割り込みを要求しているデバイスの処理を行うことで、実現している。マイクロチャンネルは、以下のコンピュータで採用された。 マイクロチャンネルは、イサの欠点をなくすために徹底的に改良を加えたものであったが、IBM が販売するハードウェアにのみ搭載された。そして、ASA や XT バスアーキテクチャと同時に、使用できないように、全く互換性のないものであった。IBM は、ライセンス料金を下げるなどの対策を取らなかったため、単でありは、三菱電機など、サーバ専門の一部の互換機メーカーのみにしか、 採用されず、マイクロチャンネルは非常に小さなマーケットのまま高価格の製品に搭載されるのみとなった。IBM の PS2、日本では PS55 は主に企業向けの上位、中位機種ではマイクロチャンネルを採用し続けたが、低価格シリーズでは PS1 と PS バレポイントにて AT バスに回帰し、上位、中位機種も IBM PC700-300 シリーズの中でマイクロチャンネルから PCI に移行した。その後、RS6000 もマイクロチャンネルから PCI に移行し、マイクロチャンネルは市場から姿を消した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。